無駄だ。その正体を表せ。やめろ。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯すし、戦士を裏切り大乱を起こし、衛星に追放する。寿命の竜族陰月君だ。泉州に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらうまで。その悪名は聞いたことがあるよ、陰月君。まさか性格ハンターだけでなく重罪人が一人泉州に潜り込んでいると。騒ぎを起こすつもりはない。泉州に来たのは友人の安否を確認するためだ。弁解は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。ならばどいてもらうぞ。いいぞ、こうでなくてはな。陰月よ、友人との再会はもう叶わぬかもしれんぞ。奴らも今頃苦戦しているだろう。黙れ、君を行かせはしない。いいだろう、ならもう少し盛り上げようじゃないか。ああ、カフカ。そうしましょう。聞いて、ジンちゃん、束縛を解くの。行くぞ。だから手を下せない。悪を払う。美月たちの方はどうなっている？早く終わらせなければ。来い、俺はどうだ。二人とも手強いね。となるとこの技で足止めするしかないかな。その剣、見覚えがある。あの女に教わったか。ならば貴様には死んでもらおう。これ以上時間を取られるわけには。ことを荒立てるのは本意ではない。他に方法がないよ。